本とイギリス、イタリアの3国での共同開発が公式発表され、アメリカに頼らない日本の F3 戦闘機開発に弾みがつくものと考えられているよ。日本の匠が作るエンジンだけではなく他の部品にかけても高性能を誇っており、イギリスはそういった先進的テクノロジーが欲しいんだろうな。日本の技術力は世界に認められているもんね。さて今回は F3 戦闘機の心臓となるエンジン部分について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月9日、日本の F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新しい戦闘機の共同開発を行うという計画が正式に発表したよ。日本の防衛省は2035年頃までに配備を始めたいと考えており、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の代替機は、多くの場合が次世代戦闘機と呼ばれているんだ。開発は F2 のように日本側が表面上は開発の主導権を握ることになっているんだけど、やはりアメリカとの共同開発というのが最も可能性が高いと見られていたのは事実だよね。その場合には、現在使用している第5世代戦闘機である F22 ラプターや、F35 ライトニング2を送り出したアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠であると考えられていたけど、2020年末頃から他の案が囁かれ始めたんだ。その内容は、ユーロファイタータイフーンの代替機開発をテンペスト計画として進めているイギリスや、それに参画するイタリアも含めて、日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたということだね。テンペスト計画には初めから日本の参加を歓迎する雰囲気があったみたいだね。なぜなら、ヨーロッパの次世代戦闘機開発に日本の匠の技術を取り入れた上で、その主導権をイギリスが強化したいという思惑が強かったからだと言われているな。実は、この時期にフランス、ドイツ、スペインの3国が進めているフューチャーコンバットエアシステム、略称 FCAS と呼ばれる欧州最大の防衛計画も進められていて、それに対抗する意図からもイギリスは自国が主導するテンペスト計画への参加国を増やしたい気持ちを抱いていたんだ。これに対して、日本も次世代戦闘機開発には自国の都合を最優先できる技術支援先を望んでいたので、イギリスと日本両国の次期戦闘機をめぐる利害関係が一致した形になったことから話が進んだよ。こういった経緯のもと、イギリスと日本の両国は2022年1月に新たな戦闘機に搭載することを前提にした、機関部開発を共同で行う実証事業が開始された。そして、イギリスからは高級車を扱うロールスロイス社、日本からは IHI 社が参加することになったんだ。このロールスロイス社は、テンペスト計画で機関部を担当するだけでなく、ユーロファイタータイフーンに搭載されている、機関部 EJ200 の基本設計を担った企業ということでも知られている世界的なエンジンサプライヤーであることを忘れてはいけないな。やはり、自動車製造企業というイメージが強い会社ではあるけど、実はエンジン製造に定評のある企業なんだよね。だがしかし、テンペスト計画に使用する機関部に関して、ロールスロイス社は開発にかなり苦戦していると伝えられており、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースが2023年に入っても聞こえてこないぜ。2021年1月下旬に幕張メッセで開催された軍需品の展示会である DSEI2021 ジャパンにおいて、テンペスト計画に採用が見込まれる機関部について、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、タービン入り口では2000度以上の高温への耐性等が見込まれていたよ。当然、これらの過程で機関部に発生する熱を冷却する必要があるし、敵のレーダーやセンサーの探知から機体そのものを隠すことも同時に求められるため、ステルス性能の向上も図らなければならないんだ。それから、ユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 の10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には兵装にも使う想定となっているね。イギリスのロールスロイス社のテンペスト計画を進めるため、こういった機関部開発への取り組みがある一方で、日本で機関部の開発を受け負った IHI 社でも次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台はできているみたい。
それが日本の防衛装備庁から依頼を受けた IHI 社が2010年から開発を進めてきた XF9 エンジンであり、これは2008年度までに同社が開発してきたターボファンタイプの XF5 エンジンを土台として、次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言っても良いんじゃないかな。IHI 社の XF9 エンジンの開発は、区分を大きく分けて3段階で進められていて、第1段階は2010年から2015年にかけて高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究がスタートしたよ。第2段階は2013年から2017年にかけて主要部分に加えて、吸気口のファンや低圧タービン部分の追加研究を行うとともに、次期戦闘機への搭載時に求められるエンジンの必要な要素を全て網羅させたんだ。第3段階において一部機関を並行させながら、2015年から2019年にかけて第1段階及び第2段階で得られた技術的成果をもとにして、戦闘機用エンジンとして組み上げられたものが試作機の XF91 エンジンとして完成に至ったよ。IHI 社が製造した試作機の XF91 エンジンは、2018年6月に1機目が防衛装備庁へ納入された以降、約2年間にわたって動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ながら想定された数々の数値を見事にクリアしていったね。XF91 エンジンの特筆すべき検証項目の一つに挙げられる、2017年6月のタービン入り口付近の温度が約1800度という高温をクリアしたことによって、世界的にも非常に高い温度で動作することが確認されたんだ。この XF91 エンジンのサイズは全長 4.8 メートルで、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルでアフターバーナー使用時の推力は約 15.0 トンとなっており、戦闘機用のエンジンとしては超大型の部類になり、使用と性能は世界基準に達しているぜ。例を挙げると、F-35 ライトニング2戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンとされているな。XF91 エンジンの方が F135 エンジンと比べてスリムボディで、アフターバーナー使用時の推力もやや劣っているように見えるけど、XF91 は双発で、F135 は単発といった相違点があるので優劣をつけるとすると何とも言えないね。しかし、あくまでも XF91 エンジンの試作機ということから、こういった数値は地上での検証結果のデータであり、最新のアダプティブサイクル方式を採用していることから、エンジン自体の大きさに比べると高いパワーを持っていると言えるんじゃないかな。アダプティブサイクル方式って？アダプティブサイクル方式というのは、搭載した機体が上昇、巡航、戦闘などの高い軌道を行う際の条件下で最適な性能を引き出すために工夫されたものだね。しかも、前述したように F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりも XF-91 エンジンはコンパクトに出来上がっているため、空いたスペースを別の用途で使うこともできるよ。その一例としては、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やしたりすることが挙げられ、用途に応じて運用の幅を広げることに役立つこと間違いなしだな。日本では IHI 社の匠たちの緩まぬ企業努力が実り、このような高スペックの XF91 エンジンの製作ができたことで、また世界中が欲しくなる技術を知らしめることになると思うぜ。イタリアのレオナルド社とイギリスのロールスロイス社と日本の IHI 社が共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術がどのように活用されるのかについても、注目していかなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日英の共同開発である F3 戦闘機だけど、今年度から本腰を入れていくみたいだね。共同開発ってすごくワクワクするよね。イギリスと手を取り合って開発なんて期待しないなんて無理だよ。実際にはいろんな思惑があるんだよ。絵が何にせよ楽しみではあるな。レールガンの開発も進めていくみたいだし、確かに楽しみだね。さて今回はそんな日本とイギリスの共同開発である次期 XF9 の実証実験について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。
岸防衛大臣が2022年度に F2 の後継機となる次期戦闘機開発を加速する方針を示し、必要な予算も計上され急加速で開発が進むことになりそうな雰囲気が見えてきたよ。冒頭で紹介したように今回はこの次期戦闘機開発にかかる予算などを詳しく見ていくね。そういえば今回の防衛予算では電磁式レールガンや高出力マイクロ波なども開発予算が計上され、近未来の装備開発も同時に展開しているようだけど、日本のお家芸とも言える電子機器の分野でどの程度正解レベルの兵器を開発することができるのかが注目されているんだ。2021年12月22日、岸防衛大臣が記者の取材に答えて、令和4年度2022年防衛予算の当初予算案に現在開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が858億円であること、電磁波を用いたレールガンや高出力マイクロ波照射装置の研究開発事業費として、137億円を計上することを鈴木財務大臣と合意したことを明らかにしたよ。かなりの予算が計上されるとのことね。関係者や軍事アナリストら驚きの声を上げていたが、もっと驚いたのはレールガンなの。アメリカなどがすでに開発に取り組んでいる分野に、日本として参入することを初めて明らかにしたことだな。取材の際、岸防衛大臣は近未来の戦闘において航空優勢を確保することは必須であると述べ、そのためには次期戦闘機開発においても、性能を確保するための技術供与などを前提とした国際協力を視野に入れることで、着実に開発を進めていくことができるとしたんだ。さらに、防衛省が研究を進めてきた電磁レールガンの研究開発についても語り、将来的にゲームチェンジャーとなりうる最先端の技術であることを踏まえて、今後も研究開発を加速していく必要性を記者団に説明したよ。F2 に代わる次期戦闘機については、2035年の配備開始を目指していて、中期防衛力整備計画において国際協力を視野に入れ、我が国主導で開発を進める方針がすでに固まっており、アメリカとの共同開発が進められているんだ。2020年末には、これまでの航空機運用を重視した結果として、アメリカのロッキード・マーティンをインテグレーション支援パートナーとして選定、その他の航空機用ジェットエンジンやアビオニクスの電子機器やシステムについては、イギリスと協力の可能性を追求していくとされているみたい。さらに防衛省は、2021年12月22日に、次期戦闘機のエンジンについて、日本の IHI とイギリスのロールスロイスとで共同開発を進めることが正式に決定したことを明らかにし、2022年4月1日から実証実験を開始することを発表したね。両社の共同開発においては、エンジンのみならず、エンジン搭載にあたる部分の機体本体の開発についても検討していくとしたぜ。この共同開発により、製造コストなどの費用削減を図るとともに、将来的には次世代戦闘機を販売輸出することも視野に入れていると思われるな。一方、ロールスロイスも防衛省の発表を受けて、共同開発の事実を認めるとともに、会社として公式コメントを発表したんだ。発表文によるとこのエンジン実証プログラムは、日本とイギリスが共に将来的に必要とする次期戦闘機の開発に重要な一歩であることに触れ、将来的には両国において数百名規模の雇用創出につながる可能性を期待していることを明らかにしているよ。ロールスロイスでは、この計画の実現に向けて3000万ポンド約45億円の初期投資を行うことを明らかにし、さらに実証機開発に2億ポンド約304億円の資金を投入する方針を示しているんだ。ロールスロイス防衛部門の開発責任者曰く IHI との共同開発チームは、両国の次期戦闘機に求められている要件を満たすために必要であったことを明らかにし、互いの技術補完によってクリーンかつ強力な推進力を持つ戦闘機用エンジンをもたらすことが見込まれることから、両国にとって、両者にとって利益があると述べているよ。ここ数年、日本とイギリスの軍事面での連携は令和の日英同盟と呼ばれるほど濃密になっているし、イギリス単体での動きもかなり大きくなっているよね。イギリスは、すでにイタリア、スウェーデンと共に次世代航空機開発プロジェクトであるテンペストプログラムを発動しており、2035年の実戦配備を目指して研究開発が継続されているよ。この2035年という区切りは、今回共同開発を行うことになった日本の次期戦闘機の開発スケジュールと一致していることから、テンペストプロジェクトへの実質的な日本参入とも受け止められているんだ。また、次期戦闘機用の高性能レーダーの開発についても、
防衛省が41億円の予算を投じてイギリスとの共同研究事業を開始していることから、日本の得意な電子技術において次世代戦闘機の開発に参入し、世界トップレベルの次世代戦闘機の開発ノウハウを得たい意向が透けて見えるね。さらに防衛省は、2021年度からの継続事業として、イギリスと共同研究を進めている戦闘機搭載用の中距離空対空ミサイル AAM の、研究費用12億円も予算要求を行っているよ。このミサイルは、JNAM 共同による新たな空対空ミサイルと呼ばれ、2014年4月の防衛装備移転三原則に基づいてイギリスとの共同研究として開始されていたものだね。具体的には、イギリスのミサイルメーカー MBDA 社が主導して開発された、アクティブレーダー誘導の視界外射程空対空ミサイル DVRAM ミーティアに、三菱電機が開発した小型電波シーカー技術レーダーを組み合わせ、次世代戦闘機に空対空ミサイルとして正式採用を目指しているものとなっているよ。JNAM は2022年には研究試作品が完成させ、2023年までに性能試験などを実施する予定で、結果が良好であれば量産化と配備を進めることにしているんだ。このように、イギリスとの関係性を深める一方で、アメリカとは次世代戦闘機の開発を継続している二枚舌的な防衛省の姿勢には、批判と疑念を持つ人もいることは事実だよ。だけど、いずれの航空機もまだ試作機が登場しているわけではなく、日本としては確実に抑止力となりうる戦闘機の運用を目指したいところから、二枚舌になってもやむを得ないのではないかとの声もあるんだ。性能のいい次世代戦闘機を選ぶ。日本の国防においては当然のこととは言えるが、アメリカやイギリスといった関係国との利害関係をうまく調整していくことが望まれているな。うんうん。そして、岸防衛大臣が記者に対してゲームチェンジャーと語った、次世代兵器として期待を寄せる将来レールガンにも注目していくよ。レールガンとは、電気磁力によって物体を加速して打ち出す装置を総称しているもので、電磁投射砲 EML 電磁加速砲などが同種の兵器とされるよ。レールガンの原理は、2本電極棒のレールの上に金属の団体を乗せ、電流によって電磁力を発生させて、その反発力によって金属団体を射出するという単純な構造だね。すでに世界各国で研究開発が進められており、日本の他にもアメリカ、ロシア、中国、トルコが軍事研究を進めているよ。SF やアニメの世界が現実になりつつあるね。開発競争にリードしているのはアメリカで、すでに中東では陸上及び海上でテストを実施して、実用化にリードしているとされているが、トルコはすでに兵器への応用可能な電磁砲の開発に成功して、国際防衛見本市で販売を開始しているんだ。レールガンが、なぜここまでもてはやされているかといえば、やはり低コストであることだろうね。あとはやっぱりロマンだよ。レールガンで用いるのは通常の金属で作られた団体のみでいいからね。団体は既存のミサイルよりはるかに安価で製造でき、火薬を使用して発射する弾丸よりも高速かつ長射程を確保することができるメリットがあるんだ。もちろん、既存の兵器にはないデメリットもあるよ。一番のデメリットは、かなりのエネルギーを必要とすることであり、電磁波を発生させるためにかなりの電力を必要とするものの、そのエネルギー源が確保できていないことだね。仮に電力を確保しようものなら、それを生み出す機関はかなりの大きさを必要とし、一般的な護衛艦などの船体に搭載できるだけの小スペース化が難しく、かといって石油等の通常電力だけでは必要な電気を供給できないことから、兵器としての実現が難しいとも言われているんだ。以前に実験に成功したアメリカであっても、艦艇に搭載する技術と電力供給が難しいことから、開発を断念したとも伝えられているからな。だけど日本は対極超音速兵器迎撃や迎撃困難な長射程対艦攻撃の兵器として、レールガンの開発を継続することを表明しているよ。また同時に、近未来の兵器として活用が検討されている高出力マイクロ波照射装置も、引き続き開発を継続するとも述べられているんだ。この兵器は、無人ドローンによる一斉攻撃を回避するために、その行動を無力化する兵器として安価であるとされ、すでにアメリカ空軍研究所 AFRL では、ドローンに対して高出力マイクロ波を照射して撃墜する防衛システムトールの試作に成功しているようだね。近未来の戦争においては、ドローンなどの無人機が活躍するとも言われており、爆薬等を搭載したドローンが大量に飛来した場合、ミサイルや銃器による防衛では全ての攻撃を防ぐことが難しい実情があるぜ。そのため、無人機を撃墜する際に、高額なミサイルを大量に消耗するよりも、
マイクロ波でドローンを撃破する兵器であれば、同時に複数の目標に対応でき、ミサイルと比べて低コストなことから、今後導入を目指す国が増えてくるものと思われるな。世界的な風潮から見ても、レールガンとマイクロ波兵器は日本にとってもメリットが大きいことは事実だよ。国防の強化のためにも、開発を急ぎたい次世代兵器であると言えるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに日本とイギリスとイタリアの3カ国による共同開発の契約が正式に公表される見通しだと報じたよ。3カ国での共同開発か。期待半分、不安が半分ってところか。いろんな課題が残っているという声はちらほらと聞こえてくるもんね。さて今回は、イギリスらとの協業を選択した日本の次期戦闘機開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。いよいよ現時点では2022年も残り1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多いよね。太平洋戦争での敗北以後、日本の自衛隊の装備する兵器の中でも特に戦闘機という分野においては、アメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくないからな。ただしそうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のようにその開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなったぜ。とはいえ航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称シンシンが存在し、これが機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは今一度思い起こすべきだろうね。また IHI 社は試作機ながら XF9 エンジンを防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも記憶には新しいよ。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である重要な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに少し残念な感覚も残るよね。ただしこうした要素技術ごとに多少期待を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えるだろうな。それでも日本側としてはこれまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業のオスタル三菱重工業者にプロジェクトを統括させ、その傘下に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えると目されていたぜ。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F-35 ライトニング2。これを要するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いとみなされてきたよね。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとってはリスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思えるからな。しかし当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われているんだ。アメリカ側としては航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で実現しているいわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多いってわけ。今でも多数の西側諸国に対してアメリカは、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などを多数供給している現実から、
日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるのだろうな。現在までに日本の航空自衛隊が生産を行った F2 戦闘機の総数は試作機も全て含めて98機であり、次世代戦闘機もこれらを全て代替する計画とはいえ、ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられているぜ。前述した F16 ファイティングファルコンはこれまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば日本の次世代戦闘機の数などわずか 2% にも満たない少なさであることは事実だもんね。こうしたボリュームという工業製品の生産にあたっての効率化という側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにて、新たな概念を模索していることも影響していると思われるよ。未だアメリカ側から具体的な NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスの開発状況は発表されてはいないもの。現時点で最新鋭の戦闘機たる F-35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されているんだ。最も大きな違いとしては、近年の F-16 ファイティングファルコンや、F-15 イーグル等の当初はいわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だね。今やこうした戦闘機たちは繰り返される近代化改修によって、リリース時とは比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる長期的なスパンで運用を行うことはメンテナンスコストを膨大に増加させているからな。そのためアメリカでは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスについては、もっと短いスパンで新型機と入れ替えを行うことを前提とし、メンテナンスコストを低減させることで、トータルのコストを下げる手法を目標にしているとされるよ。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは機としていると考えて良さそうだけど、現行の F-35 ライトニング2を見ても電子機器の絶えざるアップデートで、能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数だね。アメリカ側では軍の高官がすでに NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは、初飛行を終えているとコメントは行っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは出されておらず、判断はできかねるな。さて日本の次世代戦闘機開発に話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明ってところかな。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させており、同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つものの、同機はいわゆる第4世代戦闘機だから、そのため巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は当然未知の領域であり、その開発もこれまでのところでは順調というよりも、むしろ難航していたというのが進捗を表する正直な感想だね。このテンペスト計画には BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールスロイス社、レーダーセンサ類にはイタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いないんだがな。現時点では日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め未確定事項が多いが、おおむねイギリスサイドでは日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が統一しているぜ。しかしそこにはまがいなりもまだ世界第2位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう多額な開発費負担を当て込んでの政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは判然としていないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は新たな戦闘機開発の枠組みを、GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表したよ。すでに前年2021年の末には日本の IHI 社とイギリスのロールスロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、
また2022年2月には新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたな。つまり今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表であったって感じだね。さて今回はそんな日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イギリスとの日本の間での各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでのやはりアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に区切りをつけるものとなったんだ。太平洋戦争の敗戦によって日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれ、その施策の中で軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も無論その中に組み込まれ、その開発技術も大きく後退したよね。そのため今回の新たな戦闘機開発の目的である航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は言うに及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも準国産化を推す声もあったが、それを行いうる機関部の製造は技術的に困難だったぜ。また F2 戦闘機の開発が進められた時期はまだまだ日本経済がアメリカに対しても優位性を示していたこともあり、政治的にもそうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯があるな。ここで用いられたのが F16 ファイティングファルコンであり、F2 戦闘機の開発では各部にかなり大掛かりな変更を加えたため、もはや別の機体とすら言えるほどに変化はしており、日本に必須の対艦攻撃能力が強化されたよ。しかし完成した F2 戦闘機をその後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えるんじゃないかな。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して日本では自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主管の契約企業として、その配下に各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていったんだ。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていたよ。しかし今回は結果として日本は、イギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもよりフラットで、対等な関係での開発に各方面から期待が寄せられているな。そして今回の日本における GCAP グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を三菱重工業社、機関部を IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いているぜ。これがイギリスの場合は、全体の統括と機体本体を BAE システムズ社、機関部をロールスロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではあるんだ。もともとこうした今の日本とイギリスとイタリアの3カ国による、GCAP グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には IHI 社が製造する国産の機関部の塔を目指すことが有力視されていたよね。これは IHI 社が現在の防衛装備庁からの依頼の下で、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験企業に開発した XF-51 エンジンや、それをベースに開発を進めた XF9 エンジンがすでに2018年に試作機1機とはいえ納入が行われたことが大きいんだ。そこで製造された XF9 エンジンは地上における動作確認とはいえ、アフターバーナーの使用時には最大水力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示したからね。さすが日本が世界に誇れる企業の一つだよね。この XF9 エンジンの研究開発は IHI 社では2010年から開始されたもので、
新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトはスリムでありつつ大出力を確保するというエンジンだったんだ。これはこの XF9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていたよ。また XF9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素だね。こうして掲げたスリム化大出力という目標に対して一定の数値的な達成を見せていた XF9 エンジンではあるんだけど、試作機として実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言えるみたい。それでも悲願の国産の戦闘機用エンジンとして一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後はイギリスのロールスロイス社との共同開発の中でどのように変化するのかが注目されるな。イギリスのロールスロイス社はテンペスト計画における機関部の開発でも難航していると伝えられていたけど、それでもユーロファイタータイフーンなどで多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有しているよ。個人的にはロールスロイス社が持つ技術力は、少なくとも IHI 社の XF9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と、冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり開発の主導権を握ると思えるぜ。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に最適な選択となることに期待したいな。IHI 社は現在の社名となったのは2007年からだけど、それまでは石川島播磨重工業社として日本の重工業を支える一角として江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では国内の6割以上のシェアを誇るよ。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載するゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイット2社製の、F100 エンジンも IHI 社がライセンス生産したものが使用されているんだ。IHI 社が開発し実用化量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして民生品にも応用が模索されているみたい。ちなみに海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型などの建造を手掛けているジャパンマリンユナイテッド社は、元は IHI 社の造船部門から派生した企業なんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。トエトエ機体で日本初の純国産ジェットエンジンが完成したんだってな。なになに、そんなにすごいことなの？というか、技術力の見本と言われていて、純国産のジェットエンジンが今までなかったことに逆に驚くんだけどね。何言ってんだよ。世界最高峰の技術力を持った日本の純国産エンジンだよ。絶対に今までのジェットエンジンとららけが違うぜ。なあ、そうだよ。純国産ジェットエンジンは日本にとって長年の悲願だったんだよ。このジェットエンジンのカタログでスペックを見てみるとかなり高い性能を示してるようなんだ。このエンジンが次世代の戦闘機に搭載されるかは、まだ不明ではあるけど、ある国が非常に興味を示しているという噂が飛び交ってるんだよね。まだ戦闘機に搭載されるかはわからないんだね。でもそれだけ性能が高いなら戦闘機に搭載されるんじゃない？日本が開発したエンジンなら性能は間違いないよな。これまでのエンジンからの絵変わってるんだ。そうだね。日本初の純国産ジェットエンジンの性能や特徴を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され予算化の話までこぎつけたんだ。この閣議決定は、かなり時間がかかったなって感じだったよね。もっと早い段階で予算が通ってもよかったと思うんだけどね。
戦闘機は離国を防衛するためには必要不可欠なもんだよ。何より先に予算を立てなきゃなんないだよ。日本政府って余計なことにはボンボン金使うくせに、本当に大事なことに関しては動きが遅いんだよな。本当にそうだよね。近隣のあの国とかあの国が、ちょっかいかけてきてるんだからこういうことは、最優先事項で進めてほしいよね。本当にそうだね。まあでもこれから戦闘機の開発が進んでいくと思うと楽しみだよね。第6世代の戦闘機はいろいろな形があるけど、現在活躍している F-35 戦闘機以上に、優れた性能と、もはや戦闘機には必須条件のステルス性能を双方兼ね備えた、素晴らしい戦闘機が開発されることを願うよね。それじゃあ気になる性能の方を見ていこうか。この新型は双発エンジンみたいだね。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものだね。ちなみに現在の F-35 戦闘機はエンジンを1機乗せた単発エンジンになるよ。この双発エンジンも2タイプのエンジンを製造することで、将来的には護衛艦出雲加賀の甲板上でも運用が可能になるね。まあ、どこまで計画が進んでいるかはわかんないんだけどね。まだあくまで計画段階ってことだな。でも今さら従来の戦闘機と同レベルでは話にならないからな。目指すなら最新鋭の究極の戦闘機を開発してもらいたいもんだぜ。究極まではいかなくても、世界に誇れるような戦闘機を作ってほしいな。大丈夫だよ。日本が製造開発するのに今までと変わらないなんてありえないね。日本初の純国産戦闘機の完成が待ち遠しいね。ただ、この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が重要な部分になってくるからね。ここを成功するか失敗するかで日本の開発力と技術力が世界各国から測られるだろうね。もし、うまくいかなかったとなったら周辺国への防衛力も低下することになってしまうだろうからね。いやいや、日本の開発力と技術力に限って失敗に終わるというのは考えにくいだよ。そうだね。そこは心配するようなことはないだろうね。かなり高性能なエンジンの開発が進んでいるみたいだしね。話が逸れちゃったから今度こそ高性能ジェットエンジンの性能を見ていこうか。2018年日本の航空軍事市場で全く新しい試みが行われました。プロトタイプの1機だけですがジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたそうなんだ。この出来事はかなり話題になったから知ってる人も多いかもしれないね。知ってるぜ、ニュースでも報道してたからな。見た見た、結構盛り上がってたよね。何気なく見てたけどこのエンジンことだったんだね。そういうことだね。このエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。現在の国際的スタンダードと比べても他国の製品にも全く引けを取らない高い性能のエンジンなんだよね。今回、防衛装備庁に納入されたエンジンはアフターバーナーを使用した際の推力は15トン超えで、F-22 戦闘機の F-119 エンジンが同じように 15.9 トンだからほとんど遜色ないよね。ちなみに F-35 ライトニング戦闘機の F-135 エンジンは 19.5 トンとなっている。あれ？ F-35 戦闘機のエンジンより随分推力低くない？確かに数字だけ見れば、かなり劣ってるように思えるよね。でもね、あくまでもプロトタイプの数字だからね。それを踏まえて考えると、ここからの改良や改善により数値がアップすることは間違いないと思うよ。そりゃそうだよな。いきなりプロトタイプで F-35 超えはきついよな。まだまだ試作品段階ってことだもんな。ところでよ、さっき出てきたアフターバーナーってどんなシステムなんだ？そうだね。それじゃあ簡単にアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されるんだけど、これに直接燃料を噴射して、さらに燃焼させることにより、推進力を高めるシステムのことだね。車でいうところのターボみたいなものかな？仕組みは違うけど、そう思っててもらって良いと思うよ。実はね、現在収益中の F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると、決定した時、その大きな理由として搭載するエンジンを自国で開発できないからだったんだ。そのことを考えると、自国でエンジンを開発できたことは快挙だよね。今までは自国でエンジンを作れないから、戦闘機自体をアメリカの真似をして作るしかなかったんだよね。これ車に置き換えて考えるとすごいよな。車のエンジンを開発できないから日本がアメ車を真似して車を製造していたとしたら、狭い日本の道路を、バカでかい車体にバカでかいエンジンで走ってたってことだもんな。ガソリン価格高い日本で、ガソリン垂れ流しで走ってたってことだよ。アメ車かっこいいけど、維持するのは大変だし日本車と比べると性能が高いとは言えないもんね。逆に車でも日本のエンジニアはあれだけの性能のエンジンを作れるんだ。
ジェットエンジンでもすごいエンジンを開発するだろうね。あとこのエンジンの特徴としては小型化だね。ただ単にエンジンの推力を高めるだけならエンジンを大型化すれば比較的簡単に推力を高めることができるんだ。でも現在の戦闘機の最重要な項目として小型化が考えられている。これはステルス性能をアップさせるためには必須条件なんだ。同時にエンジンが小型化できれば、戦闘機に積む兵装も今までよりもたくさん積めるようにもなるよね。戦闘機を製造するということは、ステルス性能を落とさずに、なおかつ武器もたくさん積めるようにと、いろいろと試行錯誤しなくてはいけない項目があるんだ。でもこのエンジンは、出力を落とさないまま小型化に成功しているから、最重要項目の一つはすでにクリアしているってことなんだよね。そりゃなんとも心強いことだな。ノエ成功したもノエ変だぜ。うん、そうだね。期待は膨らむばかりだよ。ここで一つ伝えたいことがあるんだよね。ある国が、この XF91 エンジンに関して過剰な反応を示してるんだよ。ある国ってまさか。まあ、ノエ生お隣のあの国だよ。大体想像つくわ。視聴者もみんなピンと来てるぜ。はい、正解です。皆さんの予想通り韓国ですね。韓国のメディアがこのエンジンのことをニュースで取り上げたんだ。それが、その取り上げ方といったらひどいもんだよ。このことはまだ日本でもあくまで計画段階なんだよ。それなのに自国の安全保障が脅かされると強行状態のような報道なんだ。なんなんだよ、ヒステリックなおまさんかよ。ほんとだよね。お互いに仮想敵国と考えている中国が言っているなら、まだわかるんだけど、韓国はアメリカと同盟国という同じ立場だよ。まるで、すでに新型の戦闘機は完成していて、すぐにでも自国に攻撃を仕掛けてくると言わんばかりの、報道だったんだよね。本当に、一方的に日本を敵国扱いしてるよね。怒りを通り越して呆れるよ。本当に面倒な国だな。他国の技術開発に文句つけてる暇があるなら自国の技術力磨けや。こんな難癖相手にしないで日本の開発者たちには頑張ってほしいよね。それにしても、お隣の国の迷走はいつまで続くのか。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2021年11月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替機となる次世代戦闘機開発について、あまり新しい情報を目にしないというのが正直な感想だったよね。2020年の末に日本政府としては三菱重工業者を次期戦闘機開発の主管企業として独自性を保つ方針を打ち出し、この傘下に国内の各分野の企業、エンジンであれば IHI 社が紐づく開発体制となることが伺えたよな。その他、機体そのものにはスバル社、レーダーやセンサなどの電子機器類などには三菱電機社や富士通社 NEC 社といった会社名が並ぶ中、現在の最新鋭である F-35 ライトニング2などの第5世代戦闘機の開発経験が日本にはないもんね。このため F-35 ライトニング2を要するロッキード・マーチン社を技術支援先企業として選定しており、正式な契約の締結に至ったとはまだ報じられていないが、実績を鑑みればまず本契約は間違いないと思われていたぜ。そうだね。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機となる、次世代戦闘機向けに IHI 社が開発した XF91 エンジンについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。こうしたアメリカのロッキード・マーチン社の選定と並行して、2021年の6月にイギリスで行われた G7 サミット以後は、次期戦闘機のエンジン開発へイギリスのロールス・ロイス社の参画も調整に入ったと報じられたよ。ここでは当時の日本の菅首相とイギリスのジョンソン首相とがトップ会談を行い、6月の下旬には防衛省側の日本の次期戦闘機開発の担当者が、イギリス入りして実務者レベルでの打ち合わせも開始されたと伝えられていたんだ。こうして日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画は、あくまで自国主導の原則を掲げてはいるものの、国際的な協力体制を合わせて目指す方向性が加えられることとなり、アメリカとイギリスとの3国での調整が打ち出されたってわけ。この方針は次世代戦闘機開発にあたって日本の企業のみで推進しようとした場合、特に主要な部位となる電子機器類やエンジンの開発コスト、および技術的な困難が予想されることへのリスクマネジメント回避策だと見られるぜ。
2021年時点で航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機は総数で91機であり、これを代替する次期戦闘機の生産数もほぼ同様であろうと考えられ、その数の開発では費用対効果で見た場合に釣り合いが取れないと判断されたためだろうね。次期戦闘機は現行の F2 戦闘機の退役が進んでいるであろう2035年頃での実戦配備を目指すものとされているんだけど、イギリスのロールスロイス社とエンジンの共同開発を行うことで、量産によるコスト低減と輸出も視野に入れているみたい。確かに最大でも90機ほどでしかない次世代戦闘機用のエンジンを内製化に関わるよりも、ロールスロイス社との共同開発を行えば量産化によるコストの圧縮は見込めそうだが、輸出を川山用するのは早計に過ぎる気もしないではないぜ。ただでさえ戦後これまでアメリカ一辺倒であった日本の兵器開発に、初のイギリスとの協力という未知の領域に挑戦することになるもんね。それにあたって、性能と効率以上の面にまで期待を抱くのはどうかと思え、計画が軌道に乗ってからにすべきに感じるよな。しかし現状の次期戦闘機開発の流れの中で、すでに2018年6月に IHI 社が防衛装備庁に1機の試作エンジンである XF91 の納入を行っていることもあり、この XF91 の扱いが今後どのような形になるのかも気になる部分ではあるよ。IHI 社の XF91 エンジンは2010年から開発に着手されたもので、この当時の新型戦闘機のコンセプトであった I3 ファイターに搭載する前提で進められらており、スリムかつ大出力を掲げてその実現を目指していたんだ。スリムかつ大出力が XF91 エンジンに求められたのは、第5世代戦闘機で実現された高度な機体のステルス性能がベースにあり、これを継承しより多くの兵装や燃料を搭載する容量を機体に確保する必要性があったためだね。結果 XF91 エンジンは全長が約 4.8 メートル、9基部の直径が約1メートルと第4世代戦闘機の F15 イーグルが搭載する、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほど同様の寸法に収めることに成功したんだ。また XF91 エンジンはアフターバーナ作動時には15トン。未使用時でも11トンの水力を発揮し、高圧タービンの入り口付近の温度は1800度にも達するんだけど、この高温に耐えるタービン周りの部品の製造力を実現しているよ。さらに今後の戦闘機エンジンには必須とされているのがアビオニクスや兵装に対応した大電力の発電能力だが、XF91 エンジンでは 180kW と言われる発電容量を達成しており、十二分にこれに応える能力を有しているとされてきたな。このような XF91 エンジンの性能には中国のメディア等からも警鐘を鳴らすような記事が散見されるなどしていたけど、同国の第5世代戦闘機である J20 において課題とされてきたエンジンの国産化も徐々に整いつつあるみたい。ここ最近の中国ではこの J20 の複座型である J20S や、航空母艦の艦載機として初のステルス戦闘機となる J35 がインターネット上でも画像が見受けられるようになってきており、日本最大の仮想敵国として注意を怠れないよね。だがせっかく試作機の納入まで進んでいた IHI 社製の XF91 エンジンだが、共同開発が有力視されるロールスロイス社が自国の第6世代戦闘機テンペスト計画用に開発を進めている。新型エンジンはこれを確実に上回る仕様のようだぜ。ロールスロイス社のテンペスト計画用の新型エンジンは、タービンの入り口付近の温度は2000度超えに到達しており、欧州各国で共同開発したユーロファイタータイフーンと比較すれば10倍以上の発電能力を持つというよ。ユーロファイタータイフーンが搭載するのは、ロールスロイス社製のユーロジェット EJ200 エンジンだけど、残念ながらこのエンジンの発電能力は具体的数値は不明とはいえ、メーカーが10倍と表現するのだから相当なものなのだろうね。ちなみに F35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンの発電量は 1600kW とされており、これに不足を感じているアメリカ空軍では独自に新型エンジンへの換装を予定しているぜ。F35 ライトニング2派。
今行われているブロック4の最終段階へのアップグレード時には現行の F-135 エンジンでは能力不足になると指摘されており、アメリカ空軍以外にはその強化版となる F-135EEP エンジンが用意される模様だね。こうした動きを見ていくと日本の次期戦闘機においても IHI 社製の XF-91 エンジンの強化を自国内だけで実現することは厳しいと判断したと思われ、特に発電能力に関してロールスロイス社の技術に期待しているのではないかと感じられるよ。日本主導での開発が掲げられる次期戦闘機だが、それに固執するあまりエンジンをはじめ性能が対中国対ロシアに向けて伴わないようでは本末転倒となり、また米英に譲歩しすぎれば開発する意義そのものが問われる可能性すらあるからな。そのあたりのさじ加減を柔軟に対応しつつ、日本の兵器開発の技術力にプラスとなる仕様が実現され、F2 戦闘機との確実な代替が実現されることを切に願ってやまないというのが現時点での偽らざる心境かな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。